はい、こんにちは。まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダードライブビッグサイズなりきりドライブ3です。はい、以前ですね、ビッグサイズなりきりドライブ1かな、やったんですけども、3が出てたので買ってきました。2だよ。2だっけ？あ、そっかそっか。今回ね、3で、シングワックスとか、トレーラー砲とかが入ってるみたい、うん、3回やってきたんですけれども、見事にですね、青、赤、黄色っていうですね、信号カラーになりました多分ね、カプセルの色が違うからそれぞれ違うものだと思います。ダブってないと思う。とりあえず1個開けてみましょうか。どれにしようか。赤、やっぱ信号ワックスとトレーラー砲が一番欲しいかな。ガシャ。はいはい、こちらがラインナップですね。1番がトレーラー砲でしょ、2番信号ワックス、3番が、ああこれトライドロン手裏剣って映画で出てきたやつだね。うん。ここで製品化されんの？てっきりさ、なんかデラックス玩具とか出るかと思ったんだけどさ、映画と合わせて、うん、出なかったもんね。うん、ここで製品化か。4番がハンドル剣、トライドロン手裏剣バージョンだって。え、本当？うん。あ、くっついてるんだ。そう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 、ハンドル剣にトライドロン手裏剣がついてる感じ。うん。はい、こんなラインナップでございます。4種類しかないね。うん、では早速赤のカプセルに入ってるのは何だったんでしょうかね。なんか紫で出てきたシングワックスなんじゃない？紫かな。あ、お、ほんとだ、紫が見える。おお、シングワックスっぽいね。シングワックスだ。おー、よっしゃよっしゃよっしゃ、やったー、狙いの1個目が、いきなりシングワックス出ました。じゃちょっと後で膨らましてみようか。うん、じゃあ青と黄色、今度どっち開けようか。青にしようか。はい、ガシャ。あら、またなんか銀だな。ここでダブってほしくないんだけど。あ、でも違うっぽい。青だ。これは青は、お、お、ああ、ハンドル剣、ハンドル剣の手裏剣、トライドロン手裏剣バージョン。あ、よかったじゃん。あ、これで戦えるじゃん。あ、よかった。あ、よかったよかったよかった。よし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 、うん、そして最後に黄色開けますね。ガシャ。あ、これ赤だ。うん、確かに赤だからね。なんだ、トレーラー方が良かったな。あトライドロン手裏剣だね。まさかなりきりドライブで手裏剣が出てくると思わなかった。はい、ということで膨らませました。こちらがシングワックスですね。いっていいよなってるね。で、シグナルチェイサーがセットされております。ちょっといびつかな、なんかちょっといびつな形になってるね。ここでふにゃって曲がっちゃってるもんね。ふにゃって曲がっちゃったね。なんでだよ。こちらがハンドル剣のトライドロン手裏剣バージョンですね。ここにトライドロン手裏剣がセットされてる感じ。もう増してあるね、これ。で、これなんか黄色いなんか光が出てるね。パワー増してるって感じだね。しっかり持てますね。はい、以前出ましたですね、ハンドル剣、それと比べてみますとこんな感じだね。これ左右対称になってるね。あと剣先がですね、普通のトライドロンの方が長いで細いね。こちらがね、トライドロンバージョンはちょっと太いかな。こんな感じでございますね。そして最後にトライドロン手裏剣です。この顔のところドライブになってるね。うん、そしてこのマーク車でございます。じゃあエシン君どっちにするの？シングワックスと、シングワックス、うん、分かった。じゃあごめんねエシン君。ふりゃーふい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 、ふにゃ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 、ブシュッ、ブシュッ、ブシュッ、もうやめて。はい、ということで今回は仮面ライダードライブビッグサイズなりきりドライブ3でした。